鉄拳30、鉄拳31番、1本目ラップ。さあ、そしてルールナンバー37番、黒木しおり、黒木リオ選手スタートです。さあ、宮崎環奈選手、宮崎環奈今ゴールしました。さあ、タイムは鉄拳35番、鉄拳21番、キバビネ。なるほど、選手の皆さん頑張っていただきたいなと思いますが、さあ、この装備が行われて、鉄拳21番、小葉美里、一本目2番、現在7位のタイムとなりました。広い斜面なんですけれども、はい、左とですね、真下にまっすぐ降りるんではなくて、右左と少し方向を変えながらポールセットされてますので、はい、その方向が変わる面ですね、うん、そこちょっとポイントになるかもしれませんね。さあ、続いて1本目、ゼッケン15番、片桐あさみ。40秒24。ゼッケン15番、片桐あさみ。ターンがこう下になるよりやはり上の方でですね、はい、ポールの上でターンをして、走らせながら次のターンに向かっていく、はい、ターンを頑張らないというところも一つのポイントかと思いますね。ピッチングもこれだけしないでたおませて曲がるスムーズにですね、はい。